はい、FM のシーン第2夜ということで、もうなんか、見せていただきました。もう早く、まだ全部見てないです。あ、まあはい、うん、やっぱりですね、もうふつふつと湧き上がるものがあるうちにこういったものはおしゃべりさせていただこうかなと、突っ込みたいと思うわけなんですけど、私の方からですね、本当は主催は龍神なんで、僕は 100% 外野と、外野っていうか、審査員ですか、審査員、恐れ多くなんですね、はい、ということで、僕の解釈したこのアートワークっていうことをご説明、ほらいきなりね、感想言っても分かんないですから、お聞きの皆さん、この水を運ぶアートワークというのは、龍神君はじめ新宿という森塾が、神奈川県の各地を巡り、そこの、水を汲んで、アウトラインですけども相模湖に放流するっていうことで、その意図としては、何でしたっけ、水を運ぶ、水が、自然界で行われている水の働きを人間が追求する。おもろそうやんけ。面白いでしょ。すごいおもろそう。彫刻家でいましたよね。ほら、水のこう石を削っていく、ペノーネでしたっけ。ペノーネじゃないな。いいです、ね、なんか今インテリぶったことを言おうとしました。そう、すごい面白そうだなと思ったんですよ。でですね、水を各地で汲んでらっしゃってですね、なんか水道水とかも汲んでるじゃないですか。でもあれ多分井戸水なんですよ。あ、そうなんですか。きっとね、はい、で、これ本当に話だけじゃ伝わらないんで、ぜひですね、はい、パート1だけでもご覧になっていただきたいなと思うんですけども、はい、まずですね、汲んだ水を相模湖に、放流ということですか。そうですね、海からも汲んでらっしゃるじゃないですか。汲んでますね、一応神奈川の各地から集めるところです。ちょっと待て、いいと海に戻すちゃう。最終的にはそうなんですよ。そこまず突っ込んでしまうんですよね。あと、パフォーマンスってのもよくわかんないですよね。何でしたっけ、水を汲んだ後にパフォーマンスをすると、パフォーマンスをするというのもなんか本当にわからなくて、龍神さんとしてはあれは、これはどういうことになるんですか。これはですね、この水が自然状態で行われている、そのエネルギーを追体験するということを、追体験の部分、水の気持ちになってみようってことなんですよ。水の気持ちになって、なんか自分の体を活用せよっていうことにつながってるんですよ。それでパフォーマンスしてみよう。やっぱ龍神、いろんなこと考えてやってるんだなとか言うと思った。俺が思った。深いなとか言うと思った。俺が一応期待しつつね。もうまた龍神くんはなんかとんでもないわけのわからない映像を作ってるね。今回はでもかなりね、自信作なんですよ。そうなんですか、はい、いや、やっぱり俺は勘良かったな。今回はちょっと大げさに言えばですよ、人類が共通で抱えてる問題に対して学校と向き合ってるじゃないですか。水っていう、生活から切って切り離せない水というね、死活問題に立ち向かってるじゃないですか、今年は。そうなんですよね、今年はもう厄年ですよ。水不足ですよ。もう俺も頑張り損ぐらいの言っちゃってるじゃないですか、頑張り損って。頑張り損ぐらいの気持ちであっても、負けずに頑張ってやってるんですよ。そうだったんですか。これはじゃあこれを見て、どういうことを思うとベストなんですか。ベストっていうのはちょっとないかもしれないんですけれども、とにかく僕たちが普段ね、この出しちゃってる水、汚染下水みたいな問題ってあるじゃないですか。これも雨で降ってきてるよね、やっぱ水汚しちゃダメだよねっていう。あ、
そんな深いメッセージがあったんですか。そうなんですよ。それならおめえろはきでも持ってよ。家いえ回れっちゅう話ですよ。それはアートじゃなくなっちゃう。汲んでる水、汲んでる水。お前らがむしろこうああんだ時に淀むぐらいの澄んだ井戸水とか湧き水ばっかり汲んで、そうだね、相模湖にで、まあ、今歩夢君帰ってきましたけど、歩夢君一生懸命海で汲んでた。なぜか歩夢の出番が水のルートを追体験するならそこゴールだからと思って。そこゴールだよ歩夢、歩夢そこゴール、ゴールで組んで遠ざかってる。と思ったんですよ。山に行っちゃってるじゃないですか。これはでもね、この続き の, あの映像を見るとだんだん分かってます。さっきからそればっかりじゃないですか。続きを見てくれと、続きを見てくれと、そう、続きを大事にしてほしいんですよ。そうですか、うん、じゃあいいですか、まだ続きあるってことで、はい、じゃあ見ながら録音でもいいですか。いいよ、いいよ、じゃあ、じゃあもう俺も頑張る、俺も頑張る、パソコン頑張れということで。これ何これ、これ何これ、それ俺が撮ったやつで、ほら、ゆむくん、海にいる。海の水汲んでる。普通は相模湖ってダムでもあるんでしたっけ。ダムですね。ダムですよね、はい、これ大事なところだと思うんですよ。ダムから始まるんじゃねえのと。もしや追体験、追体験、ほら、あゆむくん海に入っちゃった。あ、あゆむ自転車で海に入っちゃった。あゆむ、あゆむ頑張ってるわ。全然水大事にしてない。これサムサジーだよ、ほら海の上歩いてる、走ってる。もう、なんてけなげなんだ。大丈夫、あい無理しなくていいんだぞ。あーなー頑張ってるって。ほらこんなね、感動的だよ。ほらだって全然ストーリー関係ないじゃないですか。すっごい感動的。これはまあ、こっちか、これいいよね、もう脇道だからね。変えてないから、じゃあ、どうするか。違った木の定めタイムですよ、これ感動的だね。命名とかしてますよね。それ面白いですよね、でも実際に、うん、これ結構頭使うんですよ、実際。結構緊張するしね。あ、なんかすごいライブ感があるね。ここはだからもう返せないから、返せないから返せっていう意味でさせていくみたいな。今年で2008年の8月、サザンオールスターズ活動休止、活動休止ってことだね。サザンの解散についてサンは散るじゃなくて生まれるでいい。生まれるね、深いね。これ前に読むんだけど、これ集めて名前つけたのが600本ぐらいあるだけで面白いと思うんだよね。面白い、そうだね。交流しなくても十分面白いね。で、今度ね、こうロードムービーみたいなのがいいね。犯罪ルポタージュみたいなね、タッチで。ほら、危ない危ない。ふうた道間違えて、これあの、じゃあ待って、これさ、完璧水遊びしてるだけじゃん。水遊びムービーしかもここで洗ったからトラブルの原作とかね、濡れたお札をそのままね、駐車場の、うん、駐車場のやつの顔を撮ってあげてね。江ノ島の風、水じゃない。何風かどうかは水じゃないじゃないですか。当局に問い合わせてください。当局、はい、ありがとうございました。え、今まだ、ちょっと待って、これまあ中盤っていうか、まだ第2章ぐらい、ラジオ、ほとんど端じゃないですか。
じゃあまあここまでのコメントってことで、審査員で14分とかですけど大丈夫ですか。じゃあ1回ね、第2話終わりってことで、はい。